それではこの日本縦断の旅、北海道の終点稚内までよろしくお願いします。枕崎の駅は無人駅なんですが、ここに誰だか忘れましたけど、どなたかは立っておられました。いよいよこの日本縦断の旅が始まります。駅ノートがあるので、せっかくなんでこの旅ではこういうことを書いていこうと思います。そして枕崎を発車する列車に乗車します。この列車で終点の鹿児島中央まで向かいます。今この私が乗車している指宿枕崎線は、鹿児島中央と日本最南端の終着駅枕崎を結ぶ路線でございます。途中には砂蒸しで知られる指宿といった温泉があるほか、前回の動画で訪れた日本最南端の駅西大山駅などがあります。前回の動画見てねえよっていう方はね、ぜひご覧いただければと思うんですけど、他にも南国に来たなぁということを思わせてくれる路線です。列車はボックスシートですが、そんなにいっぱいお客さんおられないので大丈夫です。まさかのまさかで寝てしまったので、気づいたら西大山の駅でした。ここの駅に着いた途端目が覚めるなんて、なんて素晴らしいことでしょう。目覚まし時計代わりなんてるですね、よくわかりませんけど、自分で言ってることが。そして日本最南端の駅西大山を出発。列車は指宿に到着。この列車の終点は鹿児島中央じゃなくて指宿でした。この指宿で途中下車して、ちょっとだけ時間を潰します。指宿に着きました。指宿といえば、砂蒸し温泉とか、あるいは無料で入れる足湯とかありますけど、砂蒸しはともかく足湯の方は3月に入ったし、今日真夏で暑いんで、そして意外と歩いていくにはちょっと遠いので、今回はそういうところには行かないことにします。1時間後の鹿児島中央駅の列車に乗り換えるために、適当に時間を潰しておきます。指宿枕崎線は結構揺れる路線として言われてますけど、そんなに揺れは感じなかったですね。ただこの枕崎で買った炭酸飲料が、一気に炭酸が抜けてしまいました。秒で抜けたかな。2回ぐらいしか飲んでないのに、もう炭酸ありませんわ。足湯がありますけど、こんな暑いのに一体誰が入るんでしょうかね。まさか誰も入れないでしょう。ではかなり暑いです、このお湯。そして外の熱気も空気も暑いです。夏ですからね。指宿はなんか趣ありますね。鳩のくせに足湯に入りに来たか。おお、鳩がこのままでは湯せどりになってしまう。飲んでいると、この暑い中お湯を白湯を飲むという暴挙に出た。この指宿までは、鹿児島中央から指宿の玉手箱という観光列車が出ています。そして列車の時間が近づいてきたので、そろそろ駅に戻ります。
この駅中は結構広いんですよね。お土産屋さんもあります。指宿枕崎線からはとっても綺麗な海が見えるんですよ。その奥には桜島が噴煙を上げています。ちょうど最近も大きな噴火をしたそんな桜島ですけど、鹿児島のシンボルであることには間違いありません。終点の鹿児島中央で下車しました。この駅を出ることなくそのまま次の列車に乗り換えます。次は鹿児島本線普通列車の仙台行きです。結構いっぱいお客さんがおられます。今回乗車している鹿児島本線は福岡県の門司港というところから鹿児島中央の一駅となり鹿児島までを結ぶ、まあ長い長いローカル線というか鉄道路線でございました。しかし2004年に九州新幹線が一部開業したことで途中鹿児島本線ではなく肥薩おれんじ鹿児島となってしまい、鹿児島本線は2つに分断されてしまったんですが、その分断された方の短い方を今走っています。まあこれ喋ってるだけではよくわかんないので、地図とか見ていただけると分かりやすいと思うんですけど、鹿児島から仙台まで一旦鹿児島本線の旅が始まります。そして川内ではなく仙台というところで降りました。鹿児島県の仙台で下車。ここで鹿児島本線は一旦終わり、ここから先は元鹿児島本線である肥薩おれんじ鉄道に乗車します。ここ仙台から熊本県の八代というところまで2時間ぐらいの長い旅が始まります。降り口の降り口は左側でした。新幹線の駅舎が見えますが、あそこは鹿児島県で最後の新幹線の駅、いずみです。泉には冬になるとシベリアの方からツルがやってきます。卵ってツルツルですよね。もうすぐ8時になろうとしていますけど、まだ向こうの方は微妙に明るいです。ここは日本の西の果てではないけど、もう本当に西の方ですからね。ギリギリまで明るいです。
来たんですけど、ここが八代です。ここで一つオレンジ鉄道から乗り換えです。今度はまた JR の鹿児島本線だから、鹿児島本線に2回乗るわけですね。ここが2が JR で、こっちが一つオレンジ鉄道ですわ。そして今から乗車するのが向こうにいる珍しい八代発の博多行きの列車です。肥薩線が分岐するこの八代駅から熊本駅の列車に乗り換えます。熊本に着きました。着いたよ着いたよ。1日で着きました。素晴らしい。もう10時ですけど、やっぱり電車鉄道は便利ですな。あ、というわけで日本縦断の旅の1日目終了です。枕崎から熊本まで来ました。ちなみに肥薩オレンジ鉄道は青春18切符が使えないので、今回使ったのは旅名人の九州満喫切符という切符です。8月3日なんですけど、ちょっと滲んで8月8日に見えますけど、まあまあそれはどうでもいいか。まあこんな感じで、やっていきます。今日は マンゴージェラートしか食べてないんで、さっきやったね、もう夜の11時なんですけど過ぎてるのか、コンビニでなんか買ってきました。明日はね、明日と明後日は同伴者がいるので、もうちょっとまともなものを食べれるかなと思います。ちなみに明日はあの熊本から一本も動かないんで、同伴者とあの熊本観光とかをするんで、あんまりカメラ回さないでおこうかというふうに思います。そんなわけでした。とりあえず今回はここで終わりです。ありがとうございました。